こんにちは、マグネコアカデミーのモナカです。バチャです。イノンです。レイカです。ヨウキチです。私たちはこのメンバーで撮影するのが初めてなので、この動画を通して、まあ、みんなのことを知っていきたいと思います。今日やる企画はイヤホンガンガンゲームでタコ紹介してみたです。ルール説明をします。このゲームは前2人後ろ3人で分かれて、みんなでイヤホンをして自分の紹介を他の人が紹介するっていうゲームです。質問はあらかじめ考えてあるんですけども、今日やる質問は自分の長所と血液型と好きな YouTuber さん、今食べたいもの、そしてそれぞれの好きな言葉を答えていきたいと思います。それではレッツスタート。じゃあ長所から、長所から、長所から。長所は明るい、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 明るい。血液型は血液型、O 型、O 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 型。今食べたいものは、今食べたいものはオムライス、オムライス。YouTuber は S4R、 S4R、 ゆっくりゆっくり、 A、 A、 ス、ス、ポ、ポ、ワ、ワ。好きな言葉は気合、気合、気合。あ、そう。長所は、長所はどこでも寝られる。どこでも出かけられる。わかんない。どこでも出かけられる。どこでも寝れる、寝られる。あ、血液型は O 型、 A 型、 O、 O、 O 型、 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 O 型。今食べたいものは焼肉、ステーキ、焼肉、ステーキ。今食べたいものは焼肉。あ、焼肉。え、わかんない。しゃぶしゃぶ。え、焼肉が食べたい。しゃぶ、焼肉。うん。好きな YouTuber さんはレイクレさん。レタス。レイクレ、レイ、レイブレード、レイクレ、レイターズ、レイクレさん、レイターズ、レイクレさん。レイターズ。好きな言葉は勇気は一瞬、後悔は一生。勇気は人を救う。勇気は一瞬、後悔は一生。ゆいは一緒。勇気は一瞬、ゆいは一瞬、後悔は一生。ゆいは一瞬。うん、ほんと。あ、勇気は一緒。勇気は一瞬、後悔は一生。はい、 OK。 次は私たちです。私の長所は元気で明るく、明るい、元気で明るい。オッケーオッケー。長所はうるさい。
血液型は始まる食べ物みたいな、あーから始まる食べ物で米15を減らしてみたっていう企画が好きで、それをいつも見て笑ってるっていう感じで、じゃあ今度見てみます。はい、見てみてください。え、どこでも寝れるってトイレでも寝れるんですか？多分寝れると思います。浴槽とか椅子と椅子の間とか立って寝たりとかはあったから、多分座ってたからトイレでも寝れます。すごいですね。すごい。はい。続いて私たちの回答に行きます。はい。と、もちょのまず長所は元気で明るい。はい。正解でございます。やった。と、血液型は A 型。A 型です。やった。やった。で、今食べたいものはわかめ。正解。好きなユーチューバーはパパラピーズさん。はい。やった。好きな言葉は笑うカノには福来たる。正解でございます。モナカの長所はちょっとごめん聞き取れなかった。福にっていう福に福にうるさい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 あ、うるさいごめんね。血液型は O 型。正解。はい、で今食べたいものはポテト。正解。やっと好きな YouTuber さんはスカイピースさん。正解。好きな言葉は一生懸命。正解です。
長所だけね、服にってでは、もちがマナカの回答します。おっと、違う違う塩吉の回答に行きます、塩吉さんの長所は最後までやる。あ、最後まで一生懸命一度決めたら最後一度決めたら最後までやるでした。あ、血液型は O 型。正解。すごい、4人とも O 型やん。え、すごい、ね、もうちょっとだけ違う。あ、今食べたいものはお芋さん。うん、干し芋。あ、お芋YouTuber さん、スカイビーさん。うん、正解。お、一緒だ。好きな言葉は努力だ。うん、正解です。全然じゃあ、お二人方は O 型ならではの性格はありますか？何事にも雑、適当で生きてきました、うん、確かに適当かもしれない、うん、でも、なんかちっちゃいところでこだわりが出てる。あ、そうそうそう、みんな同じ感じで。も私も大型よりなんですけど、あ、結構分かるっていう感じですかね。わかめです。うん、わかめ気になる。わかめ、わかめは1週間前にハマって2日間食べてちょっと飽きたんですけど、最近ハマったものといえばわかめかなって。醤油とわさびで食べたら美味しそう。美味しいです。おすすめです。食べよう。パパラピーズさんの動画の中で一番好きな企画は何ですか？はい、私は一本の食べきってみたっていう企画があるんですけど、なんかケチャップとか一本マヨネーズ。私わさびが得意なので、いつかわさび一本食べてみたしたいと思います。いいね。じゃあやってみよう。やってみよう。この動画を通してみんなのことが知れたかな？知れた。初めてのこのメンバーでの動画なので、ちょっと初々しい部分があったと思うんですけど、徐々に成長いくする過程が見えると思うので、よければいつまでも見てください。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと感想を聞いていきたいと思います。テータローどうでしたか？まあ、イヤホンも大音量で流してたので頭に響くことあったんですけど、みんなの長所とか聞けてよかったなっていうふうに思います。うまい。ありがとうございます。じゃあ次、もちょ、どうでしたか？私はなんか相手の口を見ながら自分も喋ったら結構わかるかなって思いました。はい、モナカお願いします。はい、まあ、うっせぇは聞いてたんですけど、長所の ところでついうるさいと言ってしまったで、そこはちょっとミスってしまったんですけど、みんなのことが知れてよかったです。よかった。初期値お願いします。はい、意外と難しいかなと思ったんですけど、口の動きを見れば聞き取れるなっていうのが思って、ちょっと楽しかったです。久しぶりにイヤホンガンガンやってたし、うん、私はプライベートでやったことあるし、初めてです。一応やったことあるから楽しかった。楽しかった。始める前はちょっともちょの音漏れがあったりとか、私もなんかイヤホンつけて内容感で一番最大にしてもなんか聞き取れちゃったりして、ちょっと やばいかなこれって思ったんですけど、ちょっとまあみんなでね協力して試行錯誤して、こうして1本目の動画を無事に楽しく撮れたのでね、よかったなって思います。やったー。